まずい状況ですわ。どうやら西谷会長もこっちに向かってるようです。あんたはヘリポートへ追いかけよう。赤目がおるはずです。すぐキャッスル出て体勢を立て直さな。お前はどうすんだ。会長と会ってあんたに逃げられたと話します。渡瀬の親父が出てくるまで俺は近江の人間や。表立ってあの人には立てつけん。急にバタついてきやがったな。行く前に一発俺を殴ってってください。あんたを逃がしたと疑われるんです。早ないっすか。一応手加減はしたんだぜ。ここまでや。まさかこっちに来るとはな。
なんや、うちの番だ。来たか、逃がさんで。Ну!
なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここはサツだって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラサンも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。ジョーリーは俺らにも素性明かさん言うとるんです。それはさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。お？どうしても俺の面が見てえってんなら、鬼人会の会長さんにはタイマン張ってもらおうか。上流、俺自分より弱えやつの言うことは聞けねえんだ。いいいいね上流。そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ？いや、おっしゃー、お前ら手出すんじゃねえぞ。タイマン久しぶりでさ、俺ももう偉くなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満、うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。当たり前だろ。ただお前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやれる。いい音聞かせてくれ。Ура! Ура!
速が止まらねえ。なんてざまだよ。俺もとんだ間抜けじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う、お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は死んだはずの男だ。そっか、やっぱあれか、バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。会長、一体何を。お前も知ってたんだよな、鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の竜。お前も知ってたんだよな、鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の。もうええ、そこまでや。上流、それ以上やったらこの船出られんようになる。何ボサッと突っ立ってんだ。親分の面倒を見てやれ。ダハ、ふざけんなこれ。お前生きて帰れると思うとんのか。なんや、引き捨てならんの。上流は渡瀬組の客人やで。それを俺の前で殺す言うんか。自分とこの親父やられて引っ込んでられまへんわ。ああ、そしたら自分、西谷会長の言いつけに背くんか。ああ、さっき喧嘩の前に言われたやろが、お前ら全員手出すなってな。俺は間違いなく聞いたで。お前はどないや。そんなもん覚えとらんですわ。何威張っとるんやボケ。そんな鶏みたいな頭でよう俺に吠えたの。ニワトリ？そしたら何か？お前は会長の言いつけにも渡瀬組頭にも逆ろうて上流殺す言うんやな。他のもんもそうか？そうやったら言うてみ。やっぱりお前だけやないかい。お、ちょ、待ってくださいよ。ええやろ、うちを敵に回すんやったら覚悟せえよ。いずれ手打ちにするとしても、そん時はお前の首が最低条件や。それでもまだ俺に吠えるんやったら、大した度胸や。線香の一本でも上げて褒めたるわ。身の程わきまえるわ。すまへん。すまんかったな。もう行ってええで。上流、西谷会長には俺からよう言うとく。上流、おかえり。なんや、大変そうやったな。みんなえらいこっちにらんできとんで。ああ、目合わせない方がいい。すぐに出してくれ。西谷が目覚ましたら
面倒なことになる。あんたどこ行っても楽しそうにやってるな。ほんま感心するわ。もしもし。俺です、セラノです。今やっとこっちもキャッスル出てきたとこで。そうか、西谷はどうなった？目探した途端まるで盛りがついた猫や。発情しきって下手したら俺もどうかされる思ったぐらいで、組の門に上流探して連れてこい言うてます。すぐ追っ手がかかります。西谷自身は出てこねえのか？横着しやがって。今の基人会は他に島を持たん新しい形の組です。あの人を船から降ろすにはどうしたらええもんか。ならちょっと思いついたことがある。蒼天堀で会えるか、それとできるだけ金をかき集めて持ってきてくれ、現金で。できるだけと言いますと？500億とは言わねえよ。お前が一人で持ち歩ける程度でいい。明日までにご用意します。どちらへお持ちすれば？そうだな、毘沙門橋でいい。説明はそこでする。わかりました、金ができ次第連絡します。ほな。上流。ああ、はあ。何？おい。どれにするん？